リ・プレイ、寂しくて眠れない夜は、は、エメの2枚目のシングル。2011年12月14日に、デフスターレコーズから発売された。前作同様に3曲入りコンセプトシングル。兄弟曲、リ・プレイは、テレビアニメ、ブリーチのエンディングテーマになっており、受け入れなければならない、別れをテーマに描かれた曲である。なおこの曲は、2010年に開催された、 レコチョクの新人発掘オーディション。レコチョクオーディションの最終審査にて、ファイナリストが歌唱した、審査対象曲、プレイを原曲としている。レディー・ガガ、ポーカー・フェイスのカバーは、アルバム、You are Favorite s i n g s から収録。アートワークが、ヨーロッパ最大規模の写真コンペ、PX3 の音楽部門で銀賞を受賞。初回使用限定版は、星屑トレイ仕様、 ブリーチエメ2012ポスターカレンダーが封入されている。リ・プレイ寂しくて眠れない夜は、ポーカーヘイスリ・プレイに関するカテゴリ寂しくて眠れない夜はに関するカテゴリありがとうございます。